ではニュースを続けます。アメリカの高校生が交換短期留学で佐渡を訪れ、地元の高校生と交流しています。佐渡を訪れているのはアメリカカリフォルニア州にあるヘイワード高校の生徒5人です。佐渡高校では今朝歓迎会が開かれ、生徒が能や空手を披露した後、留学生が茶道袈裟に挑戦しました。この交換短期留学は佐渡高校とヘイワード高校の英語教師の交流が縁で1971年に始まりました。今年は佐渡が受け入れる年にあたり、3人が佐渡高校に、2人が佐渡中等教育学校に短期留学しています。留学生は3日前に佐渡入りし、地元高校生の家に宿泊しながら観光や交流を楽しんでいます。I think Sado has a very beautiful scenery. Like, every day you can drive by the shoreline. It's really exciting and I really love the tradition. 留学生は今日から3日間、書道や茶道など日本文化を中心に学んだ後、今月24日に帰国する予定です。さて、この後は今日これのコーナーです。